山田賢治は神奈川県横浜市出身のプロバスケットボール指導者である。姉の影響でミニバスケを始める。南希望が丘中学校を経て名門の白工業高校でインターハイに連覇。3年時には首相としてウィンターカップとの2冠を獲得。法政大学でも4年で関東インカレ優勝に貢献し、最優秀選手賞を受賞。卒業後、 大塚商会アルファーズに入団、新人王に輝く。2007年、大塚商会の後継チームである栃木ブレックスに移籍、スティール王を獲得し、JBL に優勝に貢献。2008年、JBL 昇格とともに、かつての恩師である加藤光彦がヘッドコーチに就任。2009から10シーズンで JBL 優勝。2011年、 BJ リーグドラフト全体1位で、横浜 B、コルセアーズに指名され入団。2012から13シーズンで優勝を果たし、JBLBJ のいずれも優勝も経験したことになる。2014から15シーズンよりキャプテンを務める。2018年6月広島ドラゴンフライズへの移籍が発表された。2019年7月3日、現役引退を。 発表2019年7月4日横浜 B コルセアーズチーム編成強化担当兼アシスタントコーチに就任ありがとうございます